江戸仙家の川上新流ですよろしくお願いいたしますでは画面共有をちょっと使わせていただきます、はい、えっと今日はですねお茶って何なんだろうっていうお話お茶の魅力って何なんだろうっていうお話をさせていただこうと思っていますでは進めていきますこれですこの1枚のスライドが今日の僕のお話のほぼ全てです 今日皆さんに覚えてほしいお茶の主要素として2つを挙げましたお茶って何なの何が魅力なのっていう部分を捉える上でこの2つの要素を紹介させていただきますで、その2つの要素を持って結論として茶の湯っていうのはこういうことだよっていうお話をしたいと思っていますえ、1つ目のキーワードはシチューの産でもう1つは茶事 シチューの産拠っていうのは、まあ、お茶が抱えているコンセプトみたいなものでしょうかね。で茶事というのは僕らお茶人はまあ稽古するわけですけど稽古っていうのはまあ本番とか追求するるる先にああもののがあると思うのでやはりでそのまあ稽古があってからの本番ということで茶人が本番どういうことしてんのかなっていうのを具体的にちょっと見ていこうかなと思ってその本番にあたる茶事 を紹介させていただきます。で、これら二つを持って今日の結論、えー、茶の湯とは何なのか。お茶を媒介として気持ちよい時間、心地よい空間を作ること、過ごすこと、共有すること、というのを、まあ、今日の結論とさせていただこうと思っています。えー、では、具体的にまず支中の三挙から見ていこうかなと思います。支中の三挙。えー っていう字はですね都市という意味を持った感じですね横浜市とか大阪市とかで、その都市の中に山の居所え、山のいよりを持ってくるというコンセプトが市中の産協でございますもうちょっと深く掘っていくとですね山のいよりね産協山のいよりっていうのは都市から離れた別世界をまあ象徴しているんですねここでは で、都市から離れた別世界を市中、都市の中に持ってくる。ということで、まあ都市の中にあるので、いつでもそこに行けると。つまり、市中の産業をもうちょっと現代風に解釈するとしたら、えー、逃げ出したくなった時に、いつでも逃げ込める別世界が、まあ、市中の産業です。で、そういう市中の産業を持とうというのが、えー、お茶の世界のコンセプトまあいろいろまあコンセプトとか、 概念とかあるわけですけど、その中で、まあ、今日紹介させていただくお茶の魅力って何っていうのを考える上で、ね、このコンセプトを紹介させていただこうかなと思って、今日は市中の産業、逃げ出したくなった時にいつでも逃げ込める別世界を持っておこうというのがお茶のコンセプトの一つですよというお話です。 でですね、えー、皆さん今日は画面の向こう側にいるわけなんですけど、ちょっと画面越しではあるんですけど、市中の三居へ一緒に行っていただこうかなと。つまり、ここに来てもらおうかなと思っています。江戸線家、ここはですね、池の旗という上野からですね、まあ、上野駅から歩いて10分とか15分とか、それぐらいの場所にあります。というわけで、今ここ皆さん上野駅集合です。はい。で、まあちょっとね、 歩いていきましょう。上野っていうのはね、えー、繁華街がまあ東側とか南側にあるわけなんですけど、えー、逆にですね、西側は上野公園があります。で、上野公園っていうのは地元の人たちはですね、昔から地元にいる人たちは上野の山なんて言うんですよね。だから今日はね、三居行くからちょっと山を一緒に歩いて、山を越えてきたとこです、ここ。まあ、すぐ越えられる山なんですけど、 町から山を越えてきたところです。で、そうするとですね、ここに忍ばずの池という池があって、この池のほとりが池の旗という地域な場所なんですけど、ここから池沿いというか池の旗をこう歩いていくとですね、池の旗の町中にこういう門が現れます。えー、この門をじゃあね、今から入っていきましょう。ここ玄関です。さっきの門をね、 くぐって入ってて入きたところですで玄関を入るとですね、えー、寄り付きがあります、えー、この写真はコロナ前なのでマスクしてませんが、えー、寄り付きからですね寄り付きで皆さん荷物を置いたり身支度整えたりしていただいたらその後は、えー、寄り付きからまた、えー、庭へ出ていただきますこの庭なんですけど、えー、お茶の世界では「路地」 梅雨の地面、道路じゃないですね、梅雨の地面なんて書いたりするんですけど、この庭っていうのは、山奥のいよりへ向かう山道のイメージですね。こう曲がりくねっていますし、道は。で、視界を遮るように木々が植えてあって、遠くまで意図的に見渡しにくくなっているわけなんですね。で、果てが見えない。だから、まあ、山道がどこまでも続いていくように錯覚を与える。 で、東西南北の感覚もね、道がうねってるから、だんだんわからなくなっていくと。で、さっき自分が入ってきた外の世界との接点、えー、玄関のところですね。で、どっちだったかなって、だんだんわからなくなっていく。外の世界がどうなってるのかわからなくなっていく。っていう、この山道を通っていくことで、徐々に徐々に日常の世界から遠のいていきます。で、その庭の果てには、えー、やがて山のいよりが見えてきます。 では一緒にこの山の家に入ってみましょう。そうすると、えー、外の世界をまあ、こんな感じでね、日が差し込んでいるんですけど、中に入ると、まあ、こんな感じのね、部屋になるわけですね。で、今日はここで皆さんと一緒にお茶をしたいなと思っております。ね、この手間しての僕ですね、これ。というわけで、 えー、これが、ね、都市の中の山の居より市中の三居市の中の山の居所というコンセプトでございます。逃げ出したくなった時にいつでも逃げ込める別世界と。というのが、えーまあ、お茶の世界のね魅力魅力というか何でみんなお茶やるのっていう部分に対する一つの回答かなと、えー。日常から逃れて別世界を欲しているからと。で、えー、もう一つありましたね。 チャジです稽古をしている、その果てにある、まあ稽古してなくてもね、チャジはもちろんできるんですけど、僕らはまあチャジをもっとかっこよくやりたいなとか、もっといいチャジやりたいなっていう感じで稽古、まあする。まあ稽古する目的人それぞれだけど、まあそういう目的もあるよというところですね。で、よく、 お茶の世界のこと英語でティーセレモニーって言われるんですけど僕はティーセレモニーよりはティーパーティーとかの方がまあ役としては近いんじゃないかなと思っています大切な友人とか仲間とか大切な人を自宅であったりもしくは特別な場所に招いてそこで集まって濃密な時間を一緒に過ごすっていうまあこれは皆さん感覚的に近いのはパーティー あの、英語の世界だとパーティーってほら、日本人がカタカナの言葉としてイメージするパーティーと、例えばアメリカとかイギリスの人が意味する、今度パーティーするからおいでよっていうそのパーティーは、またちょっとその、思い描く雰囲気違うのちょっとわかりますかね。別になんかこう、100人ぐらい入る会場でシャンパンが開いて、みんなこう、 スーツとかドレスとかそんな感じでみたいなのだけを意味するわけじゃないですよね、パーティーって。で、えっ、ー、と、まあ、なので、その人を招いて、その人たちと一緒に素敵な時間を過ごそうというのが、まあ、茶事です。で、その中心媒介としてお茶を使うわけですね。 で、もう一つ二つ目、ねえ、いろいろな仕掛けがあるというところで、お茶、皆さん、あの、友人の家に例えば招かれて、まあ、お茶って、あの、茶道とかお茶の湯とか言われるものの、その、会、茶会とかそういったものにどういうイメージを持ちかは、人それぞれあるかなと思うんですけど、まあ、あの、行ったら畳の上に座って、お茶とお菓子が出てきて、それでおしまいみたいなイメージの人も、それなりに多いようだなというふうに僕は思っていて、 でもまあ、ホームパーティー招いてもらって、行ったらなんか突然お茶だけでって、それで返されるってことはまあないじゃないですか。行ったらまあいろいろね、素敵な時間過ごすためにはまあ2、3時間とかね、えー、話弾んだら4時間でも5時間でも皆さん一緒に過ごしちゃうと思うんですよ。まあ最近ちょっとやりにくいとは思うんですけど、コロナで。でまあ、茶ジもそうで。 お茶の中で、茶事ってだいたいですね、まあ4時間ぐらい平均的にかけてるんですよね。で、まあその間別にあのずっと畳の上に座って抹茶を飲み続けている4時間とかそういうものではなくて、その中でいろんな仕掛け、いろんな体験が待っていると。で、えっ、ー、と、下にこれ桃太郎を書いてますけど、うん、これあの、なんで桃太郎を書いているか、茶事っていうの、左側。で、茶会っていうの右側書いてますけど、まあイメージですね。 あの、茶事っていうのは、こう、気象点結、まあいろいろな体験があって、えー、そこのクライマックスでお茶っていうものが、えー、体験として駆使されてっていうその一連のホームパーティーなわけですよ。で、茶会っていうのはその中のその抹茶の部分だけ切り取って体験するわけですね。で、だから茶事を経験したことない、茶事のことよくわからないまま茶会だけ見ても、なんかワンシーンだけ物語の ワンシーンだけ切り取ってる感じになるから、これって今っ、結局なんでこういうことやってんのっていうのがちょっと実感湧きにくいかなっていうのはあります。まあ、江戸時代とかだと、えー、茶会っていう言葉も含めて全部茶事だったんですけど、この一部切り取りのやり方っていうのが、最近、最近というか、まあ、ここ100年ぐらいでまあできてきてで、江戸時代だったら茶事って言おうが茶会っていうか全部茶事だったんですけど、 今はお茶の現場の習慣的にはまあ茶事っていうとフルコースで茶会っていうとお茶の経験だけの会みたいなのをイメージするのがまあ現実的なこの言葉の運用現代はこうなってるかなという感じがあります。で具体的に茶事の例っていうのを2枚のスライドにまとめてみましたとさっきの支柱、えー、の三挙のお話みたいにまあ茶室へね山道たどって入っていくわけですね。でそうすると いいいろろな体験がそこででは待ってるわけですね、えー、一緒に火を起こしたり、えー、食事やお酒で心身ともにこうねみんなほぐしてで、えー、一旦休憩挟んでからの後半で抹茶の時間が待っているとでその抹茶の時間も、えー、濃茶と薄茶という二種類のお茶が待ってますよという感じです。えー、これがまあ茶事なんですけど えー、これもさっきの市中の産業ツアーじゃないですけど、ちょっと画面越しで一緒にやっていこうかなと思います。えー、前半はさっきみたいに、えー、前半というかこのスライドより前はさっきみたいに、えー、山道をたどって茶室へたどり着いたところまでなので、そこはさっきのスライドの通りです。で、市中の産業へたどり着いたらですね、まあ皆さん今日はようこそということで、まああのー、挨拶とかね、あって、で、じゃあ今日はよろしくとなったら、 炭出前と言ってですねお茶をするお湯を沸かす炭を火をこう起こしていきます僕はそのバーベキューで一番最初に着火するような感じっていうお話することが初心者向けにはあるんですけどあのまあバーベキューっておいしいお肉食べたかったら別に自分で火を起こす必要とかないわけですよねでもみんなで一緒に外で 火を起こして、その日で一緒に野菜やお肉を焼いて食べるから、料理だけじゃなくて、その経験自体も素敵なものになるということがあると思うんですけど、キャンプとかバーベキューとか。これもそういうことです。え、みんなで一緒にこう火を囲みながら、じゃあこのね、火で、え、後でお茶をみんなで飲みましょうということになるんです。まあ最初はこの、え、炭出前。 というのがありま,すまああの今日のねチャジのこの説明はあのまあ、典型例の一つを紹介している感じなので必ずこの通りにやんなきゃいけないっていう決まりとかじゃないんですよあのこういうチャジってよくあるよっていうあのよくあるチャジの例をお示ししているんでこの通りやんなきゃいけないルールみたいなものじゃなくてっていうところはちょっとご理解くださいでまあよくあるチャジの一つとして最初墨で前してます で、その火力がまあ上がっていくわけですね。炭っていうのは徐々に徐々に。 で、そうするとお湯が沸くまでちょっと時間がまだあるわけなんですけど、えー、お湯が沸いてくるのをこう待ちながら一緒に食事とお酒の時間がこの後やってきます。で、えー、この食事とお酒の時間、茶事には、えー、ほぼ確実についていると思ってもらっていいかなと思います。まあ、皆さんもね、ホームパーティー行ったらほぼ確実に食事はついてるんじゃないかな。豪華な食事じゃなくてもいいんですけど、お菓子とかでもね。 なんかついているんじゃないかなと口に入れるものがと思うんですが、まあ、茶事もそうです。で、食事と、えー、お酒もついています。よく。で、大事なことがこれです。えー、江戸選挙では、いや、これ本気で江戸選挙では言っているんですけど、よく食べて、よく飲んで、よく話すっていうのが、えー、お茶事のこの食事の時間では重要だと。で、これがなんで重要なのかっていうのは、後のスライドでわかってきます。 はいこんな感じこれ過去のチャージの、えー、僕がやってたこれは初心者向けのチャージですね最近コロナでちょっとさすがにこういうの開催できないのでここ1年半ぐらいずっとこれ開催できてないんですけどこんな感じでもともとはやってましたで、えー、最後は、えー、食事の最後はまあお菓子がついてるわけですねで、えー、お菓子を食べたら、えー、中立ち、まあ、休憩ですね 皆さんがよく食べて、よく飲んで、よく話したから、一旦ここでお茶の前に休憩が入ります。中立ち。これは山道の途中にある腰掛け待合というところで今休憩しているところですね。で、この皆さんが休憩している間に亭主はですね、茶席を、えー、食事モードからお茶モードに変える、転換してます。で、この準備が整ったらお茶の時間になるわけなんですね。皆さんがまた茶室入ってきて。 でここがまあ、えー、お茶事の中の、まあ、クライマックスだと思ってもらっていいんじゃないかなと思います。先ほども申しましたが、濃、えー、茶と薄茶という2種類のお茶が出てくるんですけど、まあ、大抵の場合は濃茶が先に出されることが多いかなと思います。順番で言うと。でこの濃茶っていうのが茶事のまあクライマックスだと言われることが多いと思います。 で、えー、濃い茶っていうのは、えー、馴染みない方もいるかなって思っていまして、一般的にイメージされる抹茶っていうのは、おそらく初心者の方の頭の中に浮かんでる映像は薄茶です。あの、アイスのハーゲンダッツのパッケージとかになってるやつですね。抹茶アイスとかの。ああいうのは全部薄茶ですね。 でえー、っと薄茶はまあ飲み物なんですけど僕は初心者の方には濃茶は飲み物だと思わないでください薬ですって言ってますつ茶を飲んだことある方は何で僕がそういうふうに言うのかはイメージできるかなと思うんですけど濃茶は飲んだことない方は薬あの嗜好品の薬ですね葉巻とか水タバコとか そういった嗜好品の薬だと思ってください。香りとか味とかそういうのを楽しみつつ飲むとちょっと心身にこうなんかちょっと変化が起きるような薬。まあそういう点ではお酒とかも薬の嗜好品の薬の一種と考えていいかもしれないですね。その薬、こいつはクライマックスで飲むっていうぐらいだから何がいいのなんでクライマックスでそれを飲みたいの っていうのは、その直前にこう食事とかお酒で心身ともに緩めてますけど、濃い茶っていうのはむしろ締める作用とか覚醒作用みたいなのがあるので、緩めてからの引き締めが気持ちいいっていうのが、濃い茶をここで飲む理由として言えると思います。先ほど、先によく食べてよく飲んでよく話しておくことが重要と申しましたけど、濃い茶がその方がより素敵な体験になるからなんですね。 薬の前にやっぱり食事が必要だし、引き締め作用があるというか、覚醒作用があるというか、そういう薬なので、その前にお酒と会話で心身ともに緩めておくことが重要だと。そうすると、緩んだところにシャキッとこう引き締まるっていうのが体験として気持ちいいというのが、まあ、濃茶です。こんな感じです。飲んでいる瞬間。 で、この濃い茶が、えー、終わると、薬の後は飲み物が必要ですね。ということで、薄茶です。こちらは、濃い茶の瞬間と薄茶の瞬間では、ちょっとね、まとってるトーンみたいな、空気みたいなのも違って、どっちかっていうと、こう、えー、内向き、内向的な世界観の濃い茶に対して、薄茶は、さっきの食事とお酒の時間のような、こう、より開放的な、 緩めて、締めて、緩めてみたいな、この、えー、緩急の付け方を僕最初のところで生徒どうの時間みたいなお話としてサブタイトルつけてましたけど、薄茶はまた食事とお酒の時間のようにコントラストがついてます。で、薄茶でクールダウンというか、映画のクライマックス終わった後のエンディングへ向けてこうクールダウンしていくように、こ断乱段々して茶事が終わるというのが、えー、茶事の具体例でございます。 で、今日覚えてほしい主要素としては、この辺。市中の産拠と茶事というお話を持って、えー、お茶っていうのは、お茶を媒介として気持ちよい時間、心地よい空間を作ること、過ごすことを共有することです。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録、通知の音、よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。